ディズニーメドレー対決。対する赤組はビューティー国分&君島亮、そして布施辰典&ニハール。ライオンキング愛を感じてを布施明と小林幸子バージョンで披露。続いて美女と野獣の主題歌を玉置浩二と中島みゆきで熱唱。話したいけどどうすればいい、私にはわかるのよ、おはあなた。カルピーなら Tonight 愛を感じて世界を包むハーモニー、命の歌よ。 Will you be so loved tonight? 今を見つめ夜の闇を抜けて、愛は育つ二人の心を Beauty and the Beast 巡り合い、その奇跡いつの山ふざけてるのか分かりませんよ、こっちのディズニー対決はまだ分かるんですけどね、はいはい、こっちはまたモノマネをしつつやってますディズニーのということでございますから、いやはい、さあ聞いてみましょうか、はい、大友さんいかがでした。いやでもユージさんあれですよね、本当にあジョイです、すいませんユージじゃないです、お願いしますね、覚えましょうね、おとなしい思たらやっと放り込んできた、放り込んできた、放り込んできましたわ、聞かないですね、お願いしますよ本当にあのカールさんはやっぱりこうなんかこうなんか自分のこう体を震わせて歌うっていうのが本当にこうあのオペラっぽいというかすごく存在感があって、ありがとうございます。まあでもこちらの4人はですね、そのモノマネをしながら歌う歌、男と女のキーを揃えるのって不可能なんですよ、だから必ずどっちか犠牲になるんですけど、玉木さんの低いところが全然ブレないのがやっぱりすごかったし、それからあれジャパネットの社長ですか、そうなんですね、早いな、ちょっとね経緯が高くてですね、びっくりしました、言う方も言う方、やる方もやる方そう本当にさあそれでは審査の方に参りましょう、白のジョイさん、坂本彩さん、川野北川さん、春風瑞穂さんか、それとも赤のビューティー国分さん、君島亮さん、布施辰典さん、三春さんか、スイッチをどうぞ。